皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感です。書く読むか、ちょっとそんな話をするんですけど。これは、深く読むかっていう、深読みのこと、行動の深読みみたいな、そういうことを言ってるわけじゃなくて、実は読書の深読みっていうことをちょっとお話ししたいと思います。ビジネス書なんていうと、まあ、巷にこう結構溢れていて、で、まあね、まあちょっと言い方はよろしくないかもしれないですけど、まあまあ、ピンからキリまであるみたいな、そんな話ではあるんで、中には、ね、ちょっと自分には合わない本とか、当然あったりとかして、で、まあ、それがこう精査されていって、まあ、だんだんこう古典とか、その名著と呼ばれているものになっていくんですけど、まあ人によってはね、最初の頃は結構こう乱読みたいにして、あっちゃこっちゃ手出して、で、自分の業界の話とか、まあ興味を持った話に関して言うと、もう片っ端から読む。そういうこう読み方をすることが多いんですけども、だん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 こう、経験を重ねていって、で、まあ本もいろいろこう、選択する能力がついてきて、だんだんこう、チョイスするものがなくなってきたりとか、だんだんこう、深いところに、意識というか、読む興味みたいなものが移っていって、まあ、だんだんこう、その名著みたいなものとかを深読みして、何度も何度も読み返したりとか、じっくり、こう、時間をかけて読んだりとかっていう、そういうこう、深く読む。そういうことに、こう、だんだんなっていくんですけど。まあ、私自身はね、深く読むかどうかというところに、まあ、まだ行ってないのかもしれないし、で、深く読むこともあるんですけども、ただ、そこでこう、意識しなきゃいけないのは、まあ、深く読むかということではなく、まあ、読んで、深く考えるかどうかという、ちょっとそこのところに注力した方がいいのかなというふうに思ってるわけなんですね。なので、こう文章として本を読むって、まあ当たり前って言えば当たり前なんですけど、ただ、その書いてあることに対して自分がどういうふうに考えるかっていう、そちらの方が、まあまあ、実際は多分深く読むってそういうことだとは思うんですけど、深く考えるっていうことに、意識を向けた方がいいし。で、まあ、じゃあ、ここ最近出た本とか、まあ、いわゆるベストセラーみたいなものだったりとか、話題の本みたいな。そういう、新しく出た、まあ、要はまだ名著とか古典とかって言われる前の本であっても、そこのところに注意してというか、まあ、意識して、要は、名著じゃなくても、ちょちょって読む、例えば15分とか、1時間とかって読むことであったとしても、読んだことに対して深く考えるかっていう話になれば、まあ、どういう本だろうが、同じような共通認識になるわけなので、まあ、私は、読む、浅く読む、深く読むっていう、そういう話ではなくて、短い時間で深く考えるとか、まあまあ考えることに時間をかけると、こちらの方が大事なんじゃないかなというふうに思うわけです。なので、あまりこう深く読むという考え方というか、思いというものはあまりなくて、どのぐらいの時間考えることができたかというところが、まあ大事なことじゃないかというふうに思います。それは答えを出すという話では、答えが出なかったっていうことも深く考えたっていうことにつながるとは思います。絶対的にその答えを出さなきゃいけないとかっていう、そんな話ではない。ただ、まあ、ね、15分しか読めませんでした。考えはちょっと出てこなかったっていう、それでもまあ、仕方がないことではあるんですけど、ただ、考える時間を設けられたという、そこのところは大事な、時間だったんじゃないかな。いうふうには思います。
深く読むというよりは深く考えるということのお話をさせていただきました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。